行われて、小島地区に川越から行われます小中高校生は保護者の同意が必要っていうんです。豊臣町の幌留町在住者が対象者になっていて、この牛丼系ではどうなるのか分かんないけど、一応参加費無料になってるんですよ。で、当事者障害保険付きって書いてあった。だけどこれ問い合わせてきてください。小学校生以下は保護者同伴で登場していた。引き用は先着150、定員は先着200。
その上にかかって月を見た時に、その先生がふっと私の肩を抱いてくれて、たった一言、お前はねって言って、他の俳優さんの当時売れていた2枚目俳優をもう今あえて出しませんが、というのはぶっこなしているので、悪っていうのは嫌なんですから、そういうつもりじゃないですか、先生はそういう方ではないんですが、彼らに比べると、両家がいいじゃない、ここがいいんだ、多分誰かの友達になる。従って、ボケは3代続こう。